モルガルテンの戦いは1315年11月15日に起こった。元初同盟の1500名の軍隊は、スイスのモルガルテン峠近くのエウゲリコの湖畔で、神聖ローマ帝国のオーストリア公国軍兵士の一団を待ち伏せした。オーストリア軍を破ったスイス軍はベルナー・シュタウファッハに引き入られており、オーストリア軍はレオポルト一世以降に指揮されていた。 スイスの勝利は、現在のスイスの中核を形成する、永続的な永久名約を固めることとなった。13世紀末にかけて、ハプスブルク家は、イタリアへの最短経路である、ゴッタルド峠周辺地帯を支配していた。しかし、ブーリ州、シュビーツ州とウンターバルデン州は1291年に永久名約を結び、新生ローマ帝国内部での地方ウィックシャネリー。 自治権を前、ハプスブルクの皇帝から認可され帝国直属身分となっていた。後に新生ローマ皇帝となるビッテルスバッファ家のルートビヒ四世とハプスブルク家のフリードリヒビ大型外に皇帝への退官を主張していた1314年には、ハプスブルク家と永久名役同盟の間の緊張が高まっていた。アイトゲノス戦ャフトはハプスブルク家が 同盟の土地を併合することを恐れ、ルートビヒ4世を支持していた。その土地は13世紀末にも、ハプスブルク家が併合を図っていた。牧草地への経路をめぐる、紛争の結果、ハプスブルクの防衛するアインジーデルン修道院を、シュビーツ連盟が襲撃したことで、全面戦争となった。フリードリヒの弟のオーストリア公レオポルドは、小規模の騎士を含む大軍を率いて、 反乱軍に激突した。彼は、エーゲリコとモルガル天島魚経由で南側から、不意打ちをかけることを計画し、完全勝利を目論んでいた。オーストリア軍の戦力は、ヨハネス・フォン・ビンター・トゥールの戦闘に関する、年代記では2万、スイスの教育者、ルドルフ・ハン・ハルトは9000名、歴史家、ハンス・デルブリュックは2000名から3000名とし中核は、よく訓練され、 装備万端の騎士であるとしている。シュビーツ同盟軍は彼らの自立を恐れていたウーリー同盟に支援されていたが、一方ウンターバルデンは彼らが砦を構築していたアース村近郊の西側から敵軍が攻撃してくることを予測していて、ウーリーとシュビーツの支援はしていなかった。同盟軍の規模は1500名から3000から4000名と議論がある。 同盟軍の規模にかかわらず、同盟軍の装備は、訓練され装備も良いハプスブルク軍より不足していた。1852年に、テイトエッセディンバラマガジンに掲載された伝説では、ハプスブルク騎士ヘンリー・ヒューネンベルクは、彼の軍の優勢を認識していて、暴動に対する勝利は、不名誉だと懸念していて、騎士道の行いからしても、同盟軍の陣地へ矢を放つことで合図を送り、 オーストリア軍が11月15日にモルガルテンを通って進軍して故郷に戻ることを伝えた。これに応じて同盟軍は道路を遮断して準備し、エンゲリコとモルガルテン峠の間の狭い湿地と急斜面の間ので待ち構えた。同盟が岩やマルタやハルバードで攻撃してきた時、オーストリアの騎士は防ぐ場所もなく砕け散った。一方後方にいた不評は、 スーク氏へと逃げ込んだ。ハプスブルク軍の兵士約1500名が、この戦闘で殺された。カール・フォンエルガーによれば、同盟軍は、騎士との戦闘の習慣に疎く、逃げることのできない人々や撤退中の兵士を、容赦なく虐殺した。スイス軍の残虐さに戦うよりも湖に身を投げる、ことを選んだ兵士もいたという。ブリタニカ百科事典の記事軍事技術。 不評革命1200、1500年にいて、ジョン・ギル・マーティンは次のように述べている。一つの重要で永続的な発見は、スイスにおける戦いでなされた。彼らは装甲をつけていない兵士が持つ7フィートのハルバードが装甲をつけた重機兵を打ちのめすことができることを学んだ。先端が小さく尖った18フィートのパイクが彼らのハルバードの一部の代替として、 一しく適していることも学んだ。もはや騎士の槍は届くことがなく、どのような騎士軍よりもより強い結束力を発揮し、スイス軍は装甲をつけていようといまいと数で圧倒することで、すぐに走行銃器兵打ち破ることができるようになった。パイクを用いた集団戦術体系の発明により、スイスは近代不評部隊のモデルとなった。 イラストレーションフロムザ・シュバイツァー・クロニック・オブ・ヨハネス・スタンフ・オブ1547戦闘の1月後の1315年12月、1291年の同盟の誓いを更新し、同盟は、現所同盟の発展の時代に入った。1316年3月、皇帝ルートビヒ4世は、森林州の特権と権利を確認した。しかしレオポルトは、 同盟に対してもう一つの攻撃を準備していた。これにこうして、スイス軍はベルナー・オーバーラントに進軍して、ハプスブルクの領地の一部とウンターバルデンを攻撃した。どちらの側も勝利することはできず、1318年に孤立した森林州は、ハプスブルクと10ヶ月の和平交渉を行い、それは数度にわたって延長された。1323年までに、 森林州はベルンと同盟を結び、シュビーツはハプスブルクからの防衛のためにグラールス州との同盟に署名した。40年のうちにルゼルン、ツーク、チューリヒなどの諸都市が同盟に参加した。同盟の勝利は仮想的な自治をもたらし、1386年の全破派,派の戦いまでハプスブルクとの間に平和をもたらした。ありがとうございます。